吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらコアップガラコというちょっと苦手なんですけど炭酸飲料を飲んでみたいな。見た目はコーラのようなんですけど、なんかコーラように比べると色が薄いですよね。うん、まあ、少なくとも自分カメラ押してると分かりづらいかもしれませんが、そういう風に見えます。なんかなんとなくおなんか飲むものではないですけど、お醤油っぽいというか、なんというか、うん、透明でなんだけど反射してくるのが、まあとりあえず飲んでみれば分かりますよね。あれこれ言う前に飲んでみましょう。ではワープシュって言ったね。飲んでみます。チャンネル登録よろしくお願いします。コーラのようでコーラでなく、甘いようで甘くない、そんな感じですね。まあ悪くはないのですが、炭酸のシワとかは確かにあるのですが、コーラみたいにそこまでどぎつぎ甘さではないですね。どちらかというとフレーバーウォーターに炭酸を入れたような、そんな感じでした。でもほんのり甘みはあって、炭酸は苦手ですが、甘い飲料としては美味しくいただくことができました。で、なんかこちらになんか函館の天然水とか北海道産じゃがいも以来の糖とか書いてあるんですが、北海道のローカル飲料か何かなのでしょうか。まあ、自分は今回これは届いたので飲めたのですが、何なんだろう、調べてみようかな。皆さんもぜひ調べてみてくださいね、気になった方は。というわけで飲み物としてはやっぱり炭酸は苦手なのですが、そこまでどぎつさはないということで、こちらの点数とさせていただきます。それでは、夏の日か、兵士待つので8月は、まあ8月はですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。